はいどうも、サイファーの高菜です、えー。今回から解説ありの動画を投稿していこうかなと思っています。まずですね、サバーカのラフォリアで全開が取れたので、えー、紹介していきます、えー。攻めたのはこちらの配置ですね、まあ。タンホールがちょっと真ん中、真ん中というか、まあ、中寄りにあって、えー、っと、IT 区画が2つ、独立 IT 区画ですね。まあ、島3つに分かれているといった形です。で、防衛援軍はラバベビー。 今回、秘書券でのなぞり入れの前回ですね、まあ、なぞり修正の過程などを、えーま、中心に解説していければなと思っていますで。まずですね、僕の前に攻めた方のリプレイを、えー、見ていただこうかなと思います。ゴム星人さんが攻めてくださったリプレイですね、えーっと、編成としてはボーラーホグ、タンホールの方から、まあ、四字側からボーラーを入れて、えー、援軍、タンホール、 イーグルアチャクイを処理して、まあ、残りをホグで回収っていった形ですね。今回、えー、っと、ヘイストバルーンでベビドラだけを釣って、えー、ライドラでサイドカットをしつつ釣り出したベビの処理まで見ていますね。で、ゴジ側は捨て食いでサイドカット。まあ、援軍がラバだと分かっているので、えーまあ、捨て食いをしているんだと思います。えー、ただ、 ライドラの方はあらかじめ分かっていなかった黒風船によって、えー、まあ死んでしまいますただカットしたいところはサイドカットできたのでこのままユニットを投入していきますバスターで2層ですね開けていきタウンホールに到達するところでレイジをかけていきますジャンプの方は忙しくなるので先置きそしてトーも打ちたいんですがここでトルネードトラップですね に阻まれてちょっともたついてはしまうんですがえー、ジャンプに反応してそのまま中に行きますでキングのフィストを使って、えー、まあ、着位までは処理できましたただ最初にヘイストバルーンを使ってしまったことにより2枚目のレイジがボーラーパートに使えないので、まあ、陸の伸びがあまり良くなくまあクロスボウとかババキンが残ってしまったのが結構痛いですねそしてまあ最終区画6時側のボムタワー まあこの辺も本来はボーラーパッドで起きていきたのかったのかなと思います。で、保、え、護、ー、を12時側から展開しているんですが、リクス系が、ねあまあ、結構痛いですね。あと、巨爆バネなども結構いい感じに置いてあって、そしてまあ何よりババキンが残ってしまったというのも結構痛手だったとは思います。えー、っと、まあ、ちょっと早送りしていくんですが、まあ、こういった形で、えーまあ、クロス棒、テスラ2本、えー ボームタワーなども残ってしまい、ちょっとこれを見る限りでは同じことをもう一回やったら厳しいかなと思って、えー、見てはいましたじゃあ、えー、このあとですね僕が攻めたリプレイを流していきますえー、まあ一番の変更点としてはボーラーホグだったのをボーラーラバル、まあ、ボーラ場といった形にしました で、えー、まず、えー、黒風船をバルーンで回収そしてライドラのサイドカットに関しては、えー、同じですねステックイするのも全く同じですただ、えー、最初にヒーストバルーンで援軍を釣っていたのはなしにしました、まあ、援軍を釣り出して処理しなくても中でポイズンかければ処理できるので、まあ、ただポイズンミスったらちょっとでも場所ミスると、まあ、ベビドラが残ってしまうんで、まあ、その辺は気をつけながらやればいいかなと で、えー、おでんでカットしつつ、四字側からバスターを投入していきます。まあ、この辺はあんまり変わらないですね。で、えー、タウンホールに向かうところでレイジをかけていきます。で、忙しくなるのでジャンプは先置き、そして巨爆が見えたタイミング、タウンホールの爆破、えー、あとトリネードトラップですね、このタイミングで、えー、トームをしっかりかけていき、 このままジャンプにに反応して奥に進んでもらいますで今回ヘイストバルーンをなくしているので中でもう1枚レイジが使えますなので、まあ、さっきよりかは陸の伸びが期待できますね、まあ、今回ババキンも敵のババキンも瞬殺そして、えー、12時側からラバルーンの展開、まあ、ラバニで、まあ、一気にバルーンを展開していきマルチ IT 対空にフリーズを打てるので、まあ、この辺は非常に美味しいところでしたね で、えー、陸が伸びたのもあって、まあ、このままヘイスト3枚だけで空を押し切っちゃうことができたので、まあ、今回ヘイスト2枚は残りといったあれになるんですけれども、えーまあ、やっぱり罠ですねあのスケトラがまあみんな陸だったり、えーまあ、巨爆の配置とかが良かったりする場合は、まあ、陸で狙いに行くんじゃなくて空で狙いに行くといった、まあ、大幅なプラン変更 まだったんですけれども、まあ、その思いっきりも必要かなと思いますえ早、ーはい、送りしますこのまま、えー、前回ですね、えー、続いてもなぞ、えー、り修正の動画ですね、えー、まず攻めた配置はこちらの配置えー、パッと見ちょっと見たことがない変わった配置なんですがえー、こちらを全開しましたまあそうですねあんまり マルチ陣に近い形ではあるんですけどもちょっと回廊とは違っていますね、まあ、このシングルインフェルノとかが結構厄介でクイヒーとかもちょっとしにくく、まあ、タウンホールをうんそうですねヒーローだけで落としにいくっていうのも少し難しいといった配置ですねでまず僕の前に攻めてくださった方のリプレイから見ていきましょうはい、えー、王子さんが攻めたリプレイですね編成はクイヒー穴掘りですね まず食い火を始めていきます、えー、食い火はこちらの通路を歩かしていくといった形でこの6時の邪魔な区画は突然間、えー、バルーンで処理していきますエア水にフリーズをかけていきますここの弊社をカットしないとちょっとそれないかなと心配で見てはいたんですがこのまま入っていきます、えー、食い火に関しても DPS が低いのでレイジを使わないで 処理できますウィズでこの辺の施設を全部カットできるのもおいしいですね。で援軍は、えー、っとネクロとベビドラですね。えー、ポイズンをかけておけば、まあ、レイジを使わなくても安全に処理ができます。で、えー、このままジャンプを持ってきているので中にジャンプをかけて、まあ、イーグル砲とかを処理しつつ穴掘りを展開していきます。ただこの時点でもう残り2分で、まあ、結構時間がね。 かかるんですよねでトルネードトラップですねレイジをかけて、まあ、クイーンを処理していくんですがこのトルネードトラップが、まあ、なんとも時間がかかります本当にえー、でこのあと壁を叩いてしまいますがジャンプでイーグル砲をスムーズに破壊していきますでもう穴掘りを展開していきたいんですが展開はくじ側からですねタウンホールを穴掘りで、まあ、まず壊していく のを狙っていますこのライドラーに関してはちょっとあれですねそこまで美味しくはないんですがそのまま、えー、穴掘りを展開していきますただ穴掘りを出した時点でもう残りが1分24秒なんでちょっと足りないんですよねだいたい1分半は最低でもないとうんちょっと時間が厳しいですねそしてこのリクスケルトン2、えー、連巨爆などもあり、まあ、おでんがちょっと もたもたしててついてこなかったのはあるんですがえーここですね結構もたつきましたねやっぱりでキングの方は外周用のお掃除用に出したんですがまあ巨爆2つとえーシングル IT などもありすぐやられてしまいますで12時側の方はまあ回ってきたリガーが結構数がいてこのまま倒せるんですがちょっと早送りしていきましょうかうーんイヒーも残ってこのまま いけそうかなと思っていたんですけどえー、やはり穴掘り出した時点で1分24秒っていうのが結構この辺になって響いてきてえー、まあないさらかと思ったんですがまあちょっとあと4施設ですね96%で及ばずといった、まあ、非常に惜しいリプレイだったんですよね。 ではととかかかせないかとただまあ同じことをやって穴掘りちょっと早めたところでうーんっていうところもあったんですよねなので今回どのように変更していったかっていうのを今から見てもらえればなと思いますはいそれでは自分が攻めたリプレイですねえー、っとまず変更点としてはクイヒーリガーからクイヒーラバルに変更しましたえー、クイヒーですねまあルートはもう本当に全く同じですねでえー、6時の この IT 区画のカットはババスターバルキリーににを使うことししました、えー、まあなんでかっていうとヘイストとフリーズをさっき使ってて、まあ、突撃感バルーンだったんで呪文2枠使うのであればバスターバルキリーでいいんじゃないかなと思ったんですよね、まあ、そのバルーンだったらやっぱりその後すぐやられちゃうんですけどバスターバルキリーを使えばこのあと外周に回ってもうちょっと仕事をしてくれるんですよね同じ枠数でなので えー、その方がいいかなと。であとババキンですね。ババキン使ってこの敵な着衣とかこのウィズ島とか、まあ、さっき穴掘りやった時にあのー、最後に残った施設はまあババキンでカットできるのかなと。でこのババキンがこの後結構仕事をするんですよね。えー、っとまあこのトルネードトラップは非常にうざいですねやっぱり。 でジャンプは今回タウンホールがですねタウンホールを食い火で落としてた方がやっぱりうんアドは取れるのでただこのスケトラですねえー、スケトラが出る前にクロークを使ってタウンホールを折れればなとも思ったんですけどもちょっとワンテンポ早くスケトラが出てきてしまって、まあ、ヒーラーもちょっとやられてしまったりはしているんですがあの DPS がタウンホールだけだと食い火にレイジを使わなくても死なないんですよね食い火が。 でまあ、この時点で残り1分なんですが、まあ、クイヒーラバルなのでここから空を回し始めても時間的には、まあ、全く問題なく、まあ、回収のガゴも素早く出すっていうのも結構大事ですね、えー、ウィズ島にはヘイストを使ってバルーンを出していきますで、えー、おでんをつける本体バルーンは12時側ですね、えー、ヘイストを使ってシングライ t ィーエア水を突破していきます えー、クイーンの方もこのまま生き残ってくれればなとも思ったんですが、えー、ちょっと落ちてしまいそうですねえー、まあもうちょっと早ければ落ちなかったんですが、えー、このまま、えー、残り、えー、バルーンとガーゴイルで押し切っていきますヘイストの方もあと1枚あって、まあ、この段階でグランドオーデンのトームが、えー、まだ残っているので、えー、このまま押し切ってですね前回ですね後ろから、まあ、裏籠も出してええー 時間切れも防止できています、まあ10秒ぐらい余りましたね多分。えーまあ、やっぱりクイヒーリガーのリガーパートをラバルにできるのであれば、まあ、した方がやっぱり時間切れってリスクは減りますしえー、まあキングを2位のところでサイドカットに使えたりもするのでやっぱりそこの辺がいいかなと思いましたね。えー、今回もやっぱり先ほど紹介したリプレイと同じでえっとその入りの部分だけを使って。 その残りのユニットを大幅に変更するって言ったら結構思い切ったプラン変更ですね。なぞりをしつつプラン変更すると、まあ。なぞり修正っていうのはこのような形でやっていくんだよっていうのを今、えー、解説できたかなと思います、えーまあ。もしよければ参考にしてください、えー。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。